まず朝起きて最初にしなければいけないのが、クリスマス時期新聞と共に届けられたおもちゃ屋のチラシ探しだ。これを新聞を読む親父の横でこれ見よがしに毎朝じっと見る。この時間違ってもこれ欲しいやるなどと直接的交渉に移ってはいけない。欲しいものも家計を気にして言い出せないけなげさを演出するのだ。ため息ぐらいが効果的だ。親父は大概そしらぬ顔をしているが、必ず目には入っている。焦らずこれを毎朝続けること。そのうち朝起きるとおもちゃ屋のチラシだけ親父によって取り分けられている日がやってくる。こうなったら勝利は目前だ。 TS 安くなったあるななどとさりげにアピール。この際注意するのは発音をしっかりすること。親父は横文字に弱い。しっかりとした滑舌でゆっくり独り言を言うように心がけよう。あとはクリスマスの朝を待てば。メリークリスマス。